真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。
町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます。ヒロキ殿、あなた様は父の自慢の弟子でございます。何年言ったらわかるんだ。これは売り物じゃねえ。米引き立てだよ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。拙者は、あ、愛子殿は、その…お顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。サバ、アサリ、スズキ。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってとこさ。じゃあもう一杯おくれよ。少しでも足しになるんだ。はい、参るわり。間違いねえ。僕が森の中にいんのさ。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ。何も取ってはおりません。拙者どもはただ。さっさと出て行け。ご師範様に。取れたての梅、今が売れ時じゃ。愛子殿に差し上げたいが一文も持ち合わせておらぬ。こりゃ参ったな。よし、持って行きな。銭はいらねえよ。かたじけない。明日また買いに戻りまする。必ずや。さっさと出て行け。ご師範様に言いつけるぞ。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかけるって。イザナギがイザナミを追いかけるよ。足の番じゃ。勝負事は相手よりも四半時長く待つ者が制すものじゃ。ここは一番ついてねえのよ。お待ちを。足りなくなることはございません。怪我はありませんか。いや、なんでもねえ。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。足が手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。あ
ヒロキ殿、今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。それがゆえに父上はあれほど急いで拙者から離れませぬよ。先生を見つければ助けてやってくれ。誰か胸に思いのある奴はおるか。オラだ。槍さえ持てれば。なんてこった、やりやがった。いけません。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございません。そして拙者は、拙者は弘樹殿、お行きくだされ。案ずることはございません。小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。死ね、死ね、死ね。楽にしてやれ。
失せろ。こいつを楽にしてやれ。よろか。お願いでござりまする。よしひょう。かたじけねえ。水なもののふは誰だ。聞け、手玉の拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生から鹿と手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。この犬が。切り裂け。お願いでござりまする。ご慈悲を。死に死にしまう。かたじけねえ。切り裂け。ボロ切れが。ヒロキ様、三十郎様をお探しなら戦国この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん。行くぞ。酒を飲みながら銭を勘定する頃じゃ。役立たねえくにだろうが。やつだけにしちまえ。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生が突
留めてくださることを願う。拙者をお供させ、愛子殿が無事であればよいが。こいつら百姓は何も持ってねえ。塵も積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。失敗。抑えろ。そこで止まれ。あわや切り殺されるところでした。退いておる。これは先生の行いか。社の中に何かあるはずだ。
命乞いするなら今のうちじゃ。ヤシロの中に何かあるはずだ。こいつボロ切れが。こっちだこぞ。ここにおとどまりを。されど先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。刀か。年端もいかぬ小僧の手に我が折より幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。力を尽くせ。切ろうとは武士の風上にも置けぬ。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名。恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。ありました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしません。妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。
そしていかにあのような軍勢を集めたかも。明白なるは残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくだされ。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきおった。わしの家の者はお悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしませぬ。上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。諦めろ。逃げるがいい。やむな。たたきれない。己を変えたぶりすぎじゃ。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。足は落とされた。ならば倒れろ。倒れろ。志と指導は山をも動かす。見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあいいじゃねえか。これで最後。お前はここで最後。はい。逃げるがいい。お首輪もな。
己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。これでさえ来るぞ。早くしろ。精一杯やっておる。今のうちじゃ。最後じゃ。橋は落とされておる。されど、古い金堀のマブを通って、次まで参ろうぞ。戦だと聞いておったのに。雨の中、ババアどもを斬ることは戦ではない。もう案ずることはない。かたじけない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ。されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くと、この鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。
ひどい雨で立ってたら病に倒れちまうぜ。酒に飲まれることへの罰はさらに重いぞ。負け入れで最後だ。ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者、通さん。伏せろ。女をすぐさま離せ。
奴らは鬼じゃ。じゃあこの男を知られ、ひよ者が、止めろ。じゃあこの男を知らない。逃げるなら今のうちじゃ。お前者ないし、みんな置いていけ、逃げろ。全て失われたんだ。助けは来ない。奴らは鬼じゃ。よくも兄貴をやりやがったな、クソ野郎。死ねご慈悲よ、明日はこの男を死なれる。存じませんが、誠にかたじけのうございます。逃げろ逃げろ。殺しのもみ、背中にまだ誰かおるぞ。水を持ってきてくれ。止めクズ野郎だ、もみ。早く桶を持ってこい。頼む。Thank you.
ほっといてくれ。早く中にまだ誰かおるぞ。早く補給を持ってこい。命乞いするなら今のうちじゃ。すでに切った。他の奴らが来る前にここから去るのじゃ。かたじけねえ、かたじけねえ。もう一度命乞いするのに今のうちだ。止めようとしたんじゃ。されど、されど、措置はなせることを全て果たしたのだ。他に拙者のようなものを見ておらぬか。集い場で。どうぞお気をつけて。かたじけない。この犬が。
貫く真の像がもう一つあったか。かぶりすぎじゃ。気を抜くでない。死ね死ね死ね。目を狙え。ふっ。うるせえ。気をつけろ。気をつけろ。おめえみたいなことは相手にならねえ。お前はここでしまいじゃ、キャス。貫く真の像がもう一つあったか。気を抜くでない。役立たずのクズ野郎が。貫く真の像がもう一つあったか。待て。